か。なんかすごい初緊張です私。こんな緊張したことないですよね、うん、すごい緊張してるんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、さくらビューティーストアです。皆さんこんにちは。今日私はすごく緊張しています。なんとですね、私も創刊当時からずっと毎回買い続けていたレジーナさんの編集者にお邪魔しております。なんといつもは裏側の方で編集のお仕事をなさっている、方たちに今日は直にお会いできるということでとても楽しみにしてきました。皆さんはいつも目にされてないかと思うんですけれども、とても貴重な映像です本日は。はい、編集長の麻生さんです。はい、PR 担当の倉田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レジーナの雑誌はもう本当に創刊当時からもううなぎ登りで女性たちの人気をわしづかみにしているんですけれども、ありがとうございます。はい、もう私もこれ創刊された時に待ってましたっていう雑誌だったんですよ。いつもゴルフに行く時は本当に可愛いウェアがなくてですね、もう本当に普段の洋服をウェア代わりに着てたりとか、あとは小物もなかなか可愛い小物がなくて、本当にいつもプライベートで使ってるものをゴルフの小物にしてたりとか、ただまあレジーナさんのおかげで巷にすっごく可愛いもの、可愛いゴルフ用品がすごくそれがきっかけで増えたと思うんですね。ですので今日はぜひ読者の皆様にぜひ一言お願いいたします。はい、いつも愛読していただいてありがとうございます。レジーナは2006年の秋に創刊して、この秋でちょうど丸2年、はい、来年からは3年目を迎える媒体なんですね。はい、やっぱりこう女性っておっしゃるように、格好から入る方が多いじゃないですか。そうですね、でその格好から入る場合に今までなかなか可愛いウェアがなかったんですけど、レジーナの登場とともに徐々に本当に可愛らしい、例えばカラフルなポロシャツだったり、はい、フリフリしてるミニスカートだったりっていうのが登場してきたので、すごく私たちとしてもいろんな特集を組み替えがあるなとは思っているので、ぜひそんな綺麗なウェアを着て、まだまだ寒い時期ですけど、ね、今は練習をして来年例えば春にこうデビューとかっていう形でゴルフに楽しんでいただければなと思ってます。またゴルフを楽しまれる女性の方も、まあ、若い方もすごくゴルフ場も若い方で溢れて、そういう方が増えたと思うんですね。それがまたきっかけで、まあ、ゴルフ業界の方もますます元気になっていったりとか、そういうこともね望めますので、すごくいいなと思いました。はいはい、何かございました、一言お願いします。来年3月6日金曜日発売になります、はい、春号ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これからもますます可愛いゴルフウェアだったりとか小物だったりとか、そういったものをもっとたくさん紹介してください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。